新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。2020年一発目の県池でございます。前回は総集編ということで前編後編と振り返りを行ったわけですが、めちゃ疲れたねあれ。二度とやりたくねえな。まあでもこれから見始める方向けでもあるし、一応反省点も見つかったからよしとしよう。最新パートが一番つまんないっていう反省点ね。ほんとクソ回だよあれ。はい、それじゃやっていきましょう。うん、ちょっと待とうかループちゃん。どうしたのよバナナちゃん。新年早々不謹慎すぎるだろ。許してちょんまげ。いやもうさ、新年一発目に精神的に来る画像ってお前、最低すぎて最高だな。でやろ？一周回るやろ？でもまあこれ偽物ですからね。速攻ネタバラシするやんこいつ。言っとかないとネタしづらいんで。言ったところでしづれいはこの件は。いいですか皆さん。今から言うことは全て真実です。という体で聞いてください。めんどいなおい。これは漫画クレヨンしんちゃんの原作者薄井義俊の遺書としてネットに上げられた画像です。ほぼ溶けた感じのしんちゃんに登場キャラ名。そしてごめんオラモーというなんとも言えない文章。これが本物の遺書なのか。まあ偽物なんですけどね。一気に冷めるわ。お前がそういう体で言うたから乗ったんやろがい。そうだそうだ。大体お前しょっぱなネタしづれいの持ってくんじゃねえよ。バカ野郎が。お前は誰として喋っとんじゃ。それがわからんのじゃ。まあ私が誰かは置いといて結論ですけど、これは投稿者さんの自作自演、つまり嘘偽りの不謹慎ネタでしかなかったのです。なんだって、私、てっきり、本物かと思ってたよ。あはははははは。はい、次の検索に参りましょう。これまたヤバそうな香りがしますね。県池における食べ物系は基本ヤバいからな。うん、一応閲覧注意。少しでもグロいの苦手な方はブラウザバック推奨だぜ。それでは見ていくとしよう。部屋と将来の見通しを明るくして肉体から離れてご覧ください。さあ、おやすやーな赤さん風のケーキ。すでに下半身がありません。Y の下半身を返してくれー。あの下半身は親父の形見なんや。気色悪い形見だなおい。うわーやめてくれー。せめてできるだけ優しく切ってくれー。それとできれば6万円ほどのお年玉をくれー。めちゃくちゃ欲深いなこのガキ。親の顔が見てみたいですね。そうや、人間っちゅうのはな、生まれた時から欲深いんや。お前よくその状態で喋れるな。まあプロですから、いかなる状況でもネタトークを欠かさない。その姿勢に全米が吐いた。隠し値い迷惑だなおい。君も映画館で吐かないか。吐くこと前提の宣伝文句やめろ。とうとう下半身だけでなく頭部まで切り取られてしまったサナエベイビー。果たして彼女は無事なのか。頭がめちゃくちゃ痛がゆいわ。無事でした。化け物だろこいつ。もうここまで来るとエグくないじゃなくて、行き過ぎたネタだわ。行き過ぎたネタで何が悪いんや。みんなそれを見に来とるんとちゃうんけ。って痛い。さすがにそれは痛い。包丁は斜めに入れろって収録前に言うたやろがい。そういう問題なのだろうか。ちなみにこの赤ちゃんケーキの制作過程の動画もあるそうですよ。ほう、そうなのか。興味のある方はそちらも検索してみてくれよな。急に真面目に実況し始めるのやめろや。こっちは顔切られとんねんぞ。ごめん正直飽きてきたわ。私もだんだん飽きてきたわ。泣いてもいいですか？こんだけ身を捧げてネタしても飽きられるという悲しみよ。これが投稿会なんだぞさなえ。残酷ですが現実なのですよ。帰る。誰が帰るじゃ。はい、お次も映像ものなのですが、こちらはホラー系となっております。怖いの苦手すぎて見たら頭丸ハゲになりそうって方は閲覧注意です。見たことによる毛髪へのダメージに関して当チャンネルは一切の責任を負いません。アデランスとかに頼ってください。はい、それでは見ていきましょう。妙に白い見た目であること以外可愛い女の子が映ってますね。初めてのメイクでお白いを塗った食ったのでしょうね。あらお茶目さん。そんなお茶目さんですが、これからどんな風にあれがあれしてあれするのでしょうか。まあここは普通にえげつないぐらい口を開けますわな。お年頃ですもんね。私もよく口開けてましたよ若い頃は。はい、本日ラストの検索はゆるい系のものを持ってまいりました。最後ぐらい癒されたいもんな。うん、じゃないと精神的におかしくなりますからね。どや、癒される見た目やろ。全く癒されないっす。続く。